ブレッドルームをご覧いただきありがとうございます。室長の福助です。今回はレーズン食パンを作っていきたいと思います。こちらが今回の動画の流れとなっております。またホームベーカリーで中種法で作っていきたいと思います。はい。まず中種から、作ってます。はい。中種法本当に便利で、きちんと膨らむ生地が作りやすくて、で翌日とかも。まあ、しっとりふんわりしているので、ぜひぜひ作ってみてください。まずは中種を回していきます。中種法のやっぱデメリットは時間がかかるっていうところなんですけど、ただそれをなんというか補って余りあるみたいな、成果が出ますので、まあぜひちょっとやってみていただけると面白いかなと思います。はい、とりあえず中種5分ほど、こねます。で、こんな感じで、まあ、中種は基本的にはもう硬い感じですね。こんなゴツゴツした硬い感じになっております。でこれを、中種を発酵させることで、まあ、中種がしっかり膨らん でそこにまた、残りの材料を加えて混ぜていくっていう製法になるんですけど、はい、発酵させますね。でこれぐらい、これは正直ちょっと膨らみすぎちゃってるんですけど、発酵するとね、こういう感じで、なんだろう、ベタベタしてくるんですよね。はい。これはちょっとやりすぎなんですけど、まあ、なんとかなりました。はい。で、そうしましたら残りの副材料を入れていきます。蜂蜜ですね。やっぱ蜂蜜入れると、しっとり感が長持ちするので、食パンには向いてる材料ですね。はい、そうしましたらまたホームベーカリーにセットして、回していきます。はい、この絵面が僕は結構好きで、手ごねもいいんですけどホームベーカリーも結構楽しいかなっていう感じですね。はい、で、今20分回してますね。20分回してこれぐらいの感じの生地になります。でそこにバターを入れていきます。基本的にバター入るパン後入れになるんですけど、やっぱ最初から入れてもいいんですけど、そうすると生地ができづらくなるので、まあ、後から入れていった方がいいのかなと思います。で、下に出ているような感じで、こねました。はい、今バター入れて、15分、ホームベーカリーで回した状態ですね。はい、こんな感じ、ちょっと弱いんですけど、まあ大丈夫かなと、ね、ちょっとちぎれちゃうんですけど、まあいけるだろうと思ってレーズンを入れていきます。はい、で僕が使ってるのがアイリスオーヤマさんのホームベーカリーなんですけど、中央の羽の、まあ、こねるスピードっていうのはもう一定というかもう基本パターンがあって、で、まあ、混ぜ込む時も、まあ、そのまんまですね、生地こねるのと同じような感じでレーズン入れて、で回すだけっていう感じでやってます。でこんな感じで一通り混ざったら OK という感じですかね。はい、結構この状態だとレーズンたっぷり入ってる感じなんですけど、焼くとパンが膨らむのでね、どうしてもなんかレーズンちょっと少なくなったかなみたいな感じになるんですけど、まあそういうものなので、はい、これで、フロアタイムを30分取っていきます。まあ、発酵させるっていうかちょっと休ませるみたいな感じですかね。はい、結構膨らむんですよ30分でも。で一応フィンガーチェックをして、まあ、生地がね、いい感じになっているので、生地を切り分けていきます。今回、一斤ケースの食パン、正方形の食パンのケース使っていくんですけど、2等分にして、で、それをそれぞれ成形をして、ケースに詰めて焼くっていう形でやっていきますので、一応2等分します。まあ、半分にして、で、ちょっと丸めてから、ベンチタイムっていう流れですね。はい、こういう感じで折りたたむ感じでやっていくと、なんというか綺麗に丸々というか、はい、表面をちょっと張らす感じですね。はい、そうしましたらベンチタイムを取っていきましょう。ベンチタイム15分ですね。で15分経つと、まあ、生地が緩むというかふんわり成形しやすくなるので、やっぱベンチタイムって大事ですよね。はい、そうしましたらこちらのケースで焼いていくので成形をしていきます。食パンってよく俵型にするレシピが多いんですけど、
僕個人的にはやっぱ U 字型にした方が食感がなんかよりふんわり柔らかいので、基本的にはなんか U 字型に成形しちゃいます。はい、まず生地を棒状にしますね。はい、まあ、三つ折りをして最後両端をまたつまんでっていう感じですね。はい、今こういう感じでつまんで棒状にします。でちょっと軽く伸ばして、まあ、ケースのサイズに合わせるんですけど、はい、しっかりガスを抜いて、で三つ折りですね。この折りたたむ作業がやっぱりパン作りでは重要になってくるので、しっかり折って、でそれで両端をくっつけますね。はい、こんな感じです。そうしましたらケースに U 字は互い違いな感じで向きをちょっと変えて入れてます。はい、でケースの底に結構しっかりくっつけた方が綺麗に発光するので、はい、こんな感じで最終発光を取っていきます。オーブンレンジで最終発光を取ってますね。はい、こんな感じですね。上から2センチぐらい膨らんだら、で、あらかじめ余熱したオーブンで焼いていきます。余熱の時にも天板入れちゃってます。で、焼き上がりましたね。全然取れない。 で、焼き上がりこんな感じになってます。で、一応断面も取ったんですけど、ちょっとこの最初の端っこをちょっとレーズン少なかったんですけど、他のところはもっとたくさん入ってました。はい、こんな感じです。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。今回は中種法でレーズン食パンを作ってみました。以前ご紹介した角食パンの配合になるんですけど、70%中種法という形でホームベーカリーで作ってます。レーズンこんな感じで、まあ、そこそこ入ってるようないい感じの配合になってます。粉対比で、パン屋さんとかだと粉に対してレーズンだったりくるみが何パーセント入ってるかって考えるんですけど、今回粉対比で60%、粉 100g に対して、レーズンが 60g 入ってるみたいな形で、作ると、こんな感じのレーズンの入り具合というか、散り具合になります。で、レーズンとかくるみとか、あといちじくとか、ドライフルーツ系もそうなんですけど、たくさん入れた方がもちろん美味しいんですけど、入れすぎちゃうと、どうしてもパン生地が膨らまなくなってしまいやすくて、なので、もちろんたくさん入れた方が美味しいんですけど、入れすぎると今度膨らまないのでパンが美味しくなくなっちゃうので、そこはちょっと気をつけた方がいいのかなと思います。今回は60%入れてますが、頑張れば80%とか、粉と同じ量100%とか入るんですけど、ちょっと手ごねとか家で作る時にそこまで入れちゃうと、膨らまないパンになっちゃうので、パン自体が美味しくなくなっちゃうので、今回の60%ぐらいが作りやすいかなと。作りやすいし、結構食べてみるとレーズンたくさん感じられるので、これぐらいがちょうどいいかなと思います。はい、今回も中種法でホームベーカリーでやってますので、よろしかったら是非時間のある時に作ってみていただけるとありがたいです。はい、それと、あと今回、正直ちょっと失敗をしてまして、中種を発酵させすぎたんですね。ちょっと膨らみすぎちゃって、で中種とかパンって全部そうなんですけど、膨らみすぎると、液体に近づいていくというか、だんだんべちゃべちゃ感が増してっちゃうんですよ、発酵しすぎちゃうと。今回、ちょっと3時間室温で発酵させたんですけど、ちょっと夏だったんで、だいぶ膨らみすぎて、ちょっとべちゃべちゃになっちゃってまして、仕込んでる時ちょっとまずいなとは思っていたんですが、それでもなんとかパンにはなるので、発酵しないよりはしてた方がいいので、させすぎは、もちろんよろしくないんですけど、発酵しないよりはしてるぐらいで、で過発酵しちゃっても、じゃあ今回みたいに、なんとかなりますよということで、はい、これも中種法独自というか独特の、中種法って生地が強いので失敗しづらいんですよ、やっぱり。はい、なので、ぜひホームベーカリーでお気楽にお試しいただけるとありがたいかなと思います。はい、今回は以上になります。ここまでご視聴ありがとうございました。